皆さんこんばんは、ななみです。今日はちょっとね、一点謝罪したいことがあって動画を回してるんですけれども、謝罪したいことっていうのはもうみんな見て気づいてるかなと思うんですが、私髪を切ったばかりなのにかかわらずエクステをつけてしまいました。本当に申し訳ないです。ちょっと8月の5日に私 UFES に出させていただくということで、ちょっとこう髪の毛が長いのがいいなって思ってしまったんですね。で、思い立ったら結構止まらない性格なので、すぐ予約してしまって、この8月のクソ暑い中、なんであえてのエクステって感じだと思うんですけども、なんかね、いつも私は髪が長かったもので落ち着かないと言ったらちょっとおかしいのかもしれないんですけど、ちょっと2週間ぐらいはまた長い髪に戻ってしまうので、ちょっとそこだけ言っておかなきゃなと思って、そう、少しの間またロングヘアに戻っ、ロングヘアというかこうミディアムヘアになっているので、我慢していただけたらなと思います。まあ、私自身は短いのもすごい楽でいいんですけども、イベントの時は長い姿の方が自分がね、しっかりするなっていうのがあって、ちょっとつけてしまいました。で、あともう一点なんですが、担当してくださったイズムの金木さん、結構長めにエクステをつけていただいたんですよ。結構こう胸あたりまでなんですけども、ちょっと自分でカスタムというかこう切ってしまって、ミディアムっぽい感じにしました。なので担当してくださってる金木さんが見たら、ちょっとあれ短くなっとるやないかいって感じだと思うんですけど、はい、そういうことでございます。なので8月の2週間ぐらいまでだと思うんですけども、このミディアムヘアでちょっと慣れていただけたらなと思います。はい、ってことで、こんなちょっとくだらないお話なんですけども、ちょっとびっくりさせないように一応お知らせをさせていただきました。8月の5日、私は UFES のチケットを持ってなくても、あのフリー入場っていうものがあって、その時間帯に私も、出演させていただくことが決まったので、時間がある方はぜひ直接お会いできたらなと思います。それではまた次は普通の動画でお会いしましょう。バイバーイ。